僕はもう断然カードが大好きなんで、家にはね、もう写真見せたいぐらいの膨大な量のトランプがあるんですよ。カードがあります。でもその女性からするとね、あまりその男性が物を集めるっていうのはなかなか理解してもらえないわけですよね。今日はそれを理解してもらおうと思ってこの作品を作りました。まあ歌みたいな感じになるんですけど まあ普段いつもねこんなノリでやってるんですよ。まあ収集家だとしましょう。まあ英語で言うとコレクターですね。物を集める人たち、まあ、しましょう。まあどういう習性があるか、まあ、例えば、じゃあよろしいですか。どれでもいいんで1枚カードをタッチしていただいていいですか。どれにしましょう。これでいいですか。はい。じゃあこちらですね。いいですか。まあ今日はこのカードが宝物だということにしましょう。彼らが大好きな宝物です。中に入れます。まず収集家っていうのは非常に目が利くので、宝物を見つけるのが得意です。今さっきのカードどこにあるかわからないんですが、よく見ててくださいね。ってやると、一瞬にして宝物のさっきのカードをこう見つけてきてくれるんですね。合ってます？今で言うとクラブの8ですね。で、コレクターというのは同じようなものを集めたがります。まあ、今で言うと黒い8ですね。もう一回こう振ってると、2枚目の黒い8も、まあ、見つけてきてくれるんですよね。で、ここまで来ると全部揃えたくなるのがコレクターでございます。振ってると、これで4枚とも全部コレクションが揃うんですね。でもコレクターの目的というのは物を集めるだけじゃないんです。集めたコレクションに囲まれていたいのが、まあ、コレクターなんですね。まず収集家っていうのは非常に目が利くので、宝物を見つけるのが得意です。今さっきのカードどこにあるかわからないんですが、よく見ててくださいね。ってやると、一瞬にして宝物のさっきのカードをこう見つけてきてくれるんですね。合ってます？今で言うとクラブの8ですね。で、コレクターというのは同じようなものを集めたがります。まあ、今で言うと黒い8ですね。もう一回こう振ってると、2枚目の黒い8も、まあ、見つけてきてくれるんですよね。で、ここまで来ると全部揃えたくなるのがコレクターでございます。振ってると、これで4枚とも全部コレクションが揃うんですね。入ってきてます？ああ、よかったよかった。